今日は恋人や大切な人に好きな気持ちの伝え方を、教えます。まず一番有名な言葉、あなたを愛しています。これは恋人になった後でも恋人になる前でも使えますね。とても重たい言葉です。じゃあ次、恋人になる前に、あなたのことを好きっていう気持ち伝えるときに使います。僕君に惚れちゃったんだとか、私あなたに惚れちゃったとか言いますね。次、とても真剣な気持ちを伝えたいとき、あなた以外の人に誰にも興味がないって、あなただけって言いたいとき、こう言います。君じゃなきゃダメなんだ、俺は君が大好きだ、これを言われたらもう女の子は幸せです。他にも、僕には君しかいないと言われたら最高ですね。この時に笑わないで真剣な顔で言われたらすごい嬉しいですね。他にも、愛の伝え方、私あなたのことを考えると夜も眠れません、これもよく使いますね。夜寝られないほどあなたのことが好きってことですね。他にも、愛してるよりもレベルが低い言い方、友達にも使いますね。あなたが好きですとか、好きだよとか、これは友達にも使えるし、まだ付き合って間もないカップルの間でもよく使われます。ではこの言葉を覚えて日本人の彼女彼氏をゲットしましょう。じゃあねー。